には打率5割。これうまく合わせてライト線前進しますが、その前に落ちます。またヒットを放ちました。オリックスの打率がまた上がります。すごいな、何かこう振ればヒットという感じがありますか。これで対外谷が7打数4安打になりました。今のカウントを悪くしてセンター方向です。村林は2塁回ったところでストップ。さあワンアウトランナー2塁1塁、2番3番連続ヒットという楽天。さあここですね、まだヒットは許していません。あと抜けました、ストレートのフォアボール。全部抜けてしまいましたね。まあ多分ね、スリーティーどうか、見ました。押し出しのフォアボール。粘り勝ちです。雨今日のゲームを先制したのは東北楽天ゴールデンイーグルスでした。まあ本当によくイーグルス打線の粘りに決め、ストレートショート、あと弾いた、こぼした、紅林一人帰ってきてもう1点追加。守備にほころびがありました。強い当たりではありました。紅林幸太郎掴み取ることができませんでした。紅林なら、ストレートセンターの前に落ちてもう1点追加。そしてセカンドランナー三塁回ったところでストップです。3対0。左投手に強い太田もつないでいきます。初回立ち上がり外に3失点。やはり好調楽天打線、簡単には終わりません。